古きを訪ねて新しきを知る LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。こんばんは。番組パーソナリティ LSB 代表の横井大輔です。番組アシスタントフリーアナウンサーの松井さゆりです。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は温故知新をコンセプトに今と昔ながらの知恵を紐解き、ビジネスとしての学びや気づきを DX という視点から探索する対談番組です。はい、ですね、この番組宛てにメールが届きまして、はい、嬉しいですね、オープニングの感想をいただきました。ラジオネーム練馬のピーナッツさんからいただきました。ありがとうございます。7月31日のオープニングですが、はい、なかなか面白かったです。どんな話でしたっけ夏休みの宿題の話、最初にやってしまうか、まあ後からやるかみたいな話だったんですけれども、はい、松井さんは今までのいろいろな番組を聞いていると大体想像できるんですがまあまあ失礼ですけれど、まあありがたいですねただ横井さんは夏休みの宿題をギリギリまでやらないでそれでも間に合わせる、すごい私は諦めておりましたといただきました。 ありがとうございます、はい、間に合わせるっていうのは、クオリティはさておきですけどね。おお、なるほど。最後までやりきってっていう薄い内容で間に合わせてたみたいなね、そういうとこが、まあ一言で言うと要領が良かったみたいな。あ、なんか自分で自分を褒めたわけじゃないですけど、はい、まあ、ここまでやってなきゃダメだっていうところは確実にやってましたけど、はい、まあ、本来であればもっと前もってやればいい話ですよね、まあ、なかなかでもねできないんですよね。そうですね。今まだ8月28日だったら夏休み中ですかね。はい、今もかなり追い込まれている子たちも、多分ね、今ものすごい皆さんやってるんじゃないですかそうですね、私だったらやってますね。私もやってると思いますそうですね、はい、はい、ということで、ぜひ皆さんもこのようなメールお待ちしてますので、はい、はい、お寄せください。ということで、この番組では毎回 DX や今の時代に求められる視点でゲストの方をお迎えしまして、ビジネスの現場最前線覗いてまいります。はい、今夜は有限会社大谷清掃営業部部長の大谷隆明さんをお迎えいたします。はい、大谷清掃さんはですね、かなり初期の頃からダイレクトをご利用いただいたお客様でございます。はい、当社がですね、まだ営業は私一人だった頃にですね、当社の代表メールのところにお問い合わせいただきまして、でちょうどその頃西日本地域のお客様のお問い合わせが増え始めた頃だったんですね。でちょうどこう大阪とかのお客様に行く新幹線をですね、途中下車して、伺おうと思ったんですけども、当然事務所もありませんし、で大谷清掃さんももうお忙しそうだったので、近くのですね、米田コーヒーかなんかにですね、来ていただきまして、そこでお打ち合わせをさせていただいた覚えがあります。で、清掃会社さんですけれども、皆さん、私朝早起きしてランニングするんですけども、早朝ですとこう皆さんの地域もこう清掃会社さんが皆さんゴミの収集をされていると思います。生活インフラには欠かせないお仕事ですので、今日は、皆さんの身近にもあるですね、清掃会社様の DX についてお伺いしたいというふうに思います。はい、初ですよね。そうですね、はい、楽しみですね。そうですね、はい、ではこの後大谷さんにお話を伺っていきます。最後までお付き合いください。現場 DX 研究所、今夜もスタートです。LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は IT で人生を演出する LSB の提供でお送りします。現場の DX はダイレクト。 DX の基本は使う人に寄り添うこと。現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト。現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、早速今夜のゲストをご紹介しましょう。有限会社大谷清掃営業部部長、大谷隆明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張されてますか？緊張してます。大丈夫。私ももう今回75回目の放送ですけど、ね、はい、70
4回前の第1回目は声がわずってましたもんね、はい、そうですね、です、はい、大丈夫ですよ、あの悪いようにはしませんさすがに松井節また出ました、はい、いやいやいや、やってください。ではの企業プロフィール紹介いたします、はい、有限会社大谷製造は昭和50年に設立され、愛知県名古屋市に本社を構えています。一般廃棄物処理をメインに、毎日のオフィス店舗のゴミ回収、オフィス重機、引っ越しゴミなど、事業所の臨時ゴミの処分などを行っています。地域と密接に業務を行い、環境美化に取り組まれております。はい、ということで改めてにはなりますが、事業内容を大谷さん詳しく教えてください。はい、弊社はですね、あの名古屋市から許認可を受けて事業ゴミを収集する一般廃棄物収集運搬業を行っています。はい、まあ、社員数は十数名の会社なんですけども、はい、名古屋市、全域ですね、16区すべての区を収集回って今います。へ、まあ、主に店舗、オフィス、工場、病院、学校、観光省など事業活動に伴って生じた廃棄物を収集しています。はい、まあ、契約のお客様はですね、あの個人経営のお客様から上場企業まで様々ですけども、はい、収集業務は基本的に深夜の収集を行っています。まあ、各コース100件以上の店舗を日曜日以外収集して、はあ、毎日ですか。そうですね、あ、確かに毎日ゴミ出ますもんね。そうですね、あの御社のですね、社風を教えてください。あ、はい、弊社は、まあ、あの年齢層も、まあ、30代から40代が中心でですね、はい、まあ、風通しの良い職場がモットーとしてやっています。まあ、風通しが悪いと会社がより良い方向に向かわないと思っておりますので、はい、とても今いい環境でやらさせていただいていると思ってます。 ありがとうございます、はい、強みってどんなところですか。強みはですね、あの、はい、地域と密接に関わって、まあ、地域貢献するということです。はい、まあ、小さな企業ですので、まあ、あの小回りの利く業務ができることと、まあ、地域の企業や店舗に密接に関われること、はい、まあ、本社があるのは名古屋市名東区ですので、はい、まあ、名東区といえば大谷製造と言われるように、うん、まあ、将来的にはもっともっと地域に根付きたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。そんな中で、大谷さんのお仕事内容はどういった内容になりますでしょうか。はい、私の現在はですね、まあ、営業部の部長として、はい、まあ、部下1名今増えてですね、会社に貢献するために常に考え取り組んでいるんですけども、はい、まあ、この業界は古くからまあ、現場をすごく重きを置いている業界ですので、はい、まあ、営業面で弱い、まあ、同業他社さんとかも、まあ、弊社もそうだったんですけども、はい、多くいると聞いておりました。なので、まあ、今あの私も営業部としてですね、まあ、そういうお客さんへの手厚くサービスを行うことを念頭に、まあ、取り組んでいる次第です。うん、また新たなお客様との出会いも大切にして日々行っているっていうところです。 ありがとうございます。やりがい感じる時ってどんな時ですか。やっぱりですね、あのお客様から、まあ、営業活動でこう顔を出した時に、まあ、ありがとうとか、いつもゴミ回収してくれて助かってますとかですね、まあ、そういう言葉をかけられた時はですね、まあ、この仕事やっててよかったなって本当に思いますし、まあ、小さい会社ですけども、まあ、先代から地域に根付いてやってきたことが報われた瞬間だなとその時は思います。昭和50年の設立ということですので、もう間もなく50年近くなるわけですよね。今40、そうですね、そうですね、すごいですよね。ね、本当ですね。はい、ちなみに大谷製造さんのように、名古屋市とか、はい、まあ、行政から許可を受けられている会社様と、うん、無許可の会社様、これを見極めるポイントってあるんですか。ああ、そうですね、なかなか難しいんですけども、はい、まあ、あの名古屋市から許可証をいただいてるっていうのはあるんですが、まあ、車両を見るとですね、はいはい、名古屋市の許可車両ってあの白地に緑のデザインがされたような許可車両なんですけども、はい、そこにあの大谷製造は許可車両に24番っていう番号が振られてまして、はい、
まあ、その車両にやっぱり番号が24番とか、まあ、その許可番号が取得順で多分受けているんですけど、うちは今24番という番号をいただいて、まあ、車両を見ないとわからないとこかもしれないんですけど、まあ、許認可受けて収集しているってとこがそこでわかるかなっていうところが思います、まあ、弊社営業者などもですね、ナンバープレートを24にしたりしてて、まあ、あの本社に来ると24番の車が結構並んでたりとかですね、やっぱその24という数字を大事にしているというか、まあ、社長も含めてですねやってます。なんかあの政令指定都市じゃないですか、名古屋市って、はい、そんな大きな政令指定都市で許認可って簡単には受けられないですよね。そうですね、今もう新たに一般廃棄物 の収集運搬の許可を取ることは難しいもんですから、今本当にあってよかったなというか、取得していて取得するのはなんかすごく厳しそうですね、うん、そうですね、なかなかその許可業者だけでこう名古屋市中を収集するっていうのは大変なことかもしれないんですけども、はい、そうですよね、はい、ありがとうございます。ということで、この後仕事の現場について、そして大家さんが目指す今とこれからお話を伺っていきます。エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所。有限会社大家清掃営業部部長の大家隆明さんに3つの質問をいたします。まず一言で大家さんお願いいたします。はい、質問1つ目、今一番力を入れている取り組みは。新たなお客様との出会いと、まあ、既存のお客様への変わらぬサービス。はい、はい、質問2つ目です。DX デジタル化という視点で取り組んでいることは。お客様へのサービス質の向上です。はい、はい、では3つ目です。清掃業界の今後の課題は。ゴミの減量化と、まあ、環境美化です。はい、改めまして番組パーソナリティ横井大輔です。松井さゆりです。大家さんに3つの質問をさせていただきましたけれども、振り返っていきましょう。はい、1つ目の質問、今一番力を入れている取り組み、この答えが新たなお客様との出会い、既存のお客様への変わらぬサービスということでしたけれども、やっぱりこう変わらないサービスというのは大切にされていらっしゃるんですか。やっぱり、うん、あのいいサービスを変わらず続けていくっていうことは大切にしていこうと思っています。はい、やっぱりこう均質なサービスをずっと提供し続けるって結構大変ですよね。そうですね、まあ、継続するっていうのは大変なんですけども、はい、やっぱりあのお客様第一というところで、そこは変えちゃいけないところかなというところです。ありがとうございます。あの清掃業の、あの聞いてらっしゃる方も知りたいと思うんですが、はい、基本的なこう部分についてお伺いしたいんですけども、はいはい、一般廃棄物の処理の流れと、うん、その大家清掃さんどのあたりをやってらっしゃるんでしょうか。あ、はい、弊社はですね、あの、まあ、契約先との、まあ、事業者から排出された、はい、まあ、一般廃棄物をゴミ収集車で、まあ、回収し、名古屋市の、まあ、処理施設へ搬入するというところを行っておりまして、はい、まあ、ゴミの形態は様々なんですけども、はい、まあ、基本的にはあの燃えるゴミと燃えないゴミ、うんうん、まあ、可燃ゴミと不燃ゴミというものを、はい、まあ、事業者様がまあ分別されたものを収集するというところです。はい、例えばその当社もですね、あのビル清掃会社さんにお願いしてゴミを引き取っていただいてるんですけども、そういう、こう事業者ごとに出るゴミを、集めて名古屋市のゴミ処理場に運んでらっしゃるっていうことですか。そうですね、はい、なるほど。現場の安全面でこう気をつけてらっしゃることとか、対策されてることってどんなことがありますか。ですね、あの先ほども話したかもしれないんですけども、はいはい、あのまあ、弊社の収集は、まあ、深夜から早朝の収集をメインで行ってまして、はい、まあ、家庭ごみの収集は多分あの朝から昼、ね、はい、まあ、の収集なんですけども、はい、あの私たち事業者の収集に関しては、うん、あのまあ、繁華街などの収集は、まあ、人の混雑する時間には行うことができないもんですから、うん、はい、
まあ、深夜から早朝の収集を行ってまして、はい、まあ、特にあと一人作業になるもんですから、まあ、ドライバーがまあ運転して、はい、なおかつこう収集もドライバーがしてっていう形で、はい、まあ、家庭ごみは何名かでこうドライバーがいて、そうですね、収集する2人か3人やってらっしゃいますよね。そうなんですけど、弊社はワンマンで作業で行っているもんですから、まあ、はい、まあ、危険は忍んでるといろいろ思うんですけど、うん、まあ、対策になるかはどうかは分かんないんですけども、まあ、全社にまあドライブレコーダーを設置して、うん、まあ、事故とかがあった場合とかですね、まあ、あの何かクレームがあった場合とかに、うん、まあ、状況証拠を確実に追うことはできるような状況にはさせていただいています。どんなこう事業者さんの廃棄物ってどういったものが多いんですか？ですね、はい、まあ、あの基本的には可燃ごみっていう言われる、まあ、家庭から出るような、はい、燃えるゴミですね、まあ、はい、紙くずとか、はい、布製品とか、まあ、そういうような燃えるようなゴミの排出がやっぱり一番多いですね。結構腰痛めたりされないのかなとか思って、お一人で、お一人でやってらっしゃる、そう、ね、やっぱり手作業に全部なるもんですから、はい、まあ、やっぱり僕も収集にちょっと手伝ったこともあるんですけど、はい、やっぱり作業員独自 の, その持ち方というか怪我をしないような持ち方があるっていうふうなことを聞いたこともありますし、その辺は自分の体を気遣ってというか作業を行っているというのを聞いてます。工夫されてるんですね。1年を通じて一番お忙しい時期とかってあるんですか？ですね、やはり、まあ、年末ですね。まあ、事業所であれば、まあ、大掃除で出るゴミ、はいはい、まあ、店舗とか飲食店とかであれば、まあ、忘年会とかそういう会合が世間で多くなる時期になりますので、やっぱりゴミの量も増えてくるというところで、まあ、先ほども申したような形で、まあ、全て手積みの作業になるもんですから、はい、まあ、ゴミの量が増えれば、まあ、1件の収集時間もかかることによって、作業の終了時間もやっぱ遅れていくもんですから、あ、はい、まあ、各コース、まあ、100件以上回ってるので、はい、まあ、そのゴミの量が増える時期に関してはちょっと最後の終了時間も遅くなるっていうところがあるので、はい、やっぱり年末が一番忙しいかなっていうふうに思います。1台のゴミ収集 の, さ、はい、車があると思うんですけど、あれどれぐらい入るんですか？あれがですね、一応、まあ、トン数でいうと4トン近くは入るもんですから、1袋が、まあ、45リットルの1袋がまあ5キロだとして、何袋になるんですか？あ、これ計算ですね。ここ算数ですね。例えばですが、今教えていただいた年末とかにゴミが増えた時に、はい、積み切らないってことあるんですか？100件、そうですね、積み切れない場合もやっぱりあるので、まあ、その場合はもう積み切れる量まで積んで一旦捨てに行って、はあ、また途中からっていう時も出てくる場合はあります。それ深夜の作業ですよね？そうですね、まあ、深夜から早朝にかけての作業なんですけど、やっぱ忙しい時はやっぱ午前中いっぱいまでかかる場合もありますし、大変ですね。あとここ数年 SDGs っていう言葉も、ね、耳にしますけれども、はいはい、清掃業の立場からはいかがですか？変化って感じますか？ですね、はい、弊社も今 SDGs に関してですね、本格的にまあ取り組んでいったりはしてるんですけども、はい、やっぱりよく、まあ、ゴミの減量化っていうところで、うん、まあ、ここ数年自治体からの声も大きくなってきてる状況でありますし、うん、はい、まあ、ただ単にゴミを減らすっていうのは難しく、やっぱりさまざまなものでですね、資源化とかリサイクルすることでゴミの減量化につなげているという状況です。うん、まあ、もう今よく知られてるというか、リサイクル用の中で、まあ、飲料用の缶とかペットボトル、はい、まあ、段ボールとかですね、古紙類はもうお客様も今リサイクルの観点でも全て分別を根付いて行っていっておりますので、はい、その分別された資源ごみに関しても弊社で
収集しているところですので、でまあ、あと特に今今年度取り組んでいるところが、まあ、生ごみの資源化っていうところで、はい、やっぱり堆肥化や肥料飼料化することができるんですね。生ごみに関しては、まあ、搬入施設がそういうような専用の施設に搬入させていただいてるんですけど、まあ、一番そこが排出者様の生ごみの分別を完璧に行っていただく必要があるので、はい、まあ、私たち営業としては、まあ、そこをなんとかこういう時代というか SDGs の観点からっていうところでお客様にこう納得して分別してもらって収集させていただいているっていうところを行っています。例えば少し前と比べてお客様の方の、はい、お客様自身の環境への配慮というかですね、意識って変わってますか？はい、そうですね、私もちょっと私事で何年か前にこちらの会社に入社したんですが、まあ、古くからやっぱりその生ごみの分別とか、やっぱり分別なぜしないといけないのっていうお客さんは昔から古いお客さんってこう話しに行くと言われることもあるんですけど、はい、やっぱり時代だからねっていうふうに納得されるお客さんが多いので、やっぱそこに関してはこう皆さん頭に入っているというか根付いてきているんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あとゴミ屋敷の清掃なども請け負ってらっしゃるそうですけれども、はい、よくね、たまにこう、まあ、テレビ見てるとゴミ屋敷、はい、これまでどんか事例ありましたか？ですね、やっぱりゴミを片付けれない方がやっぱりいて、はい、いたりして、まあ、そこを業者からですね依頼を受けて、はい、その収集と運搬を行うこともあるんですけども、やっぱり何て言うんでしょう、大きなゴミ、まあ、高齢者の方が住まれてるっていうところもあったりして、うん、はい、中のその家具とかですね、はい、そのあたりも全てこちら弊社で運んでっていうような引っ越し業者のような形で、はいはいはい、まあ、外に出して車に積んでっていうこともこう引き受けるっていうこともありまして、はい、まあ、夏場の時期だと本当にすごく大変で、体力ですよね、もう力が単純にこう引っ越し屋さんの体力を求められちゃうわけですね。いる場合もあってですね、はい、まあ、そのあたりの大きな粗大ごみとか、その辺の依頼もありますので、まあ、人数の少ない会社ですので、まあ、現場作業員が足りない場合は、まあ、私もこう現場に手伝いというか手元で手伝いに行って行ったりすることもありますので、はい、なるほど。あと清掃業界のデジタル化というのも進んできてると思うんですけれども、はい、今どんなデジタル技術が取り入れられているんですか？今、まあ、例えばなんですけども、はい、ドライバーが今収集後をですね、タブレットに、はい、各収集先のこの積み込んだ重量などを、はい、こう入力する作業をさせていまして、ほうほう、まあ、それがクラウドによって離れた拠点から拠点にもこうリアルタイムで把握することができています。ここはまあ弊社も導入しているんですけども、はい、その部分に関してはですね、まあ、今まで数年前まではもうペーパーにこう記入してそれをまあ事務所に提出して、はい、まあ、事務員さんがまあ入力してっていうすごい手間のかかる作業だったもんですから、はいはい、今まあ本当に無理無駄を省いて効率のいい方法に改善されたと思います。一件一件ドライバーさんが、はい、収集したゴミを紙にこう手書きで書いてたものが、はい、その紙を事務所に戻った時に事務員の方が入力作業されてたのが、もうタブレットでその場で、そうですね、もうタップするだけで報告が完了してる、報告が完了してるっていう、めちゃくちゃ早くなりそうですね。そうですね、本当にお客様へのこの報告も早くなりますし、うん、やっぱりお客様へのサービスの質が向上できてるかなっていうところは思います、うんうんうん。清掃業でもいろんな、まあ、業務があると思いますけども、はい、例えばこういう人が向いているみたいなことありますか？そうですね、具体的に、まあ、小さなことでも、まあ、コツコツ努力できる人かなとは思います、うんうん、あんまり大きなお客様というか簡単に取引できるわけではないと思いますので、はいはいはい、まあ、やっぱりつながりや関係性を大事にできて
まあ、その会社に貢献できる人がやっぱり向いている人かなと。手を抜かないでちゃんとやるとか、ね、そうですね。ありがとうございます。ということで今夜は有限会社大谷清掃営業部部長の大谷隆明さんにお話を伺いました。来週も引き続きお話を伺います。緊張大丈夫でしたか？だいぶまだ緊張してます。来週もよろしくお願いします。大谷さんありがとうございました。ありがとうございました。現場の DX はダイレクト。 DX の基本は使う人に寄り添うこと。現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト。現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。現場 DX 研究所エンディングです。はい、あの大谷さんのすごくこう実直な、はいはい、性格が伝わってくるような、 そうですね、そんな放送だったなと思いましたけど、はい、いかがでしたか？はい、あの今日学びになったのは、はい、やっぱりこう皆さんこう環境に配慮し始めたお客様がゴミをこう減らそうというふうに努力をされてるだなというのが少し分かりましたね。そうですね。で、あのうちもですね分別してるんですけども、はい、あの素朴な疑問なんですけども、会社で例えばゴミを可燃と不燃に分けて、うん、で引き取っていただいた後に、はい、あのそのまま収集場所に持っていただくときに、それはそのままごっちゃにするんじゃなくて、はい、可燃は可燃、不燃は不燃で分けて収集されるっていうことなんですよね。そうですね。そうですね、はい、分けてあの搬入させていただいてます。 ありがとうございます。すみません、ちょっと素朴なエンディングまで大谷さんに大丈夫ですよ、喋っていただいて大丈夫です。ありがとうございます。喋っちゃったみたいな表情してくださってます。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。いえいえはい、ということでですね、まあ、次回も引き続き有限会社大谷清掃の営業部部長大谷隆明さんにお話を伺います。はい、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組への感想、ビジネスの質問、横井さんと私松井へ聞いてみたいことなどお気軽にお寄せください。はい、今回もお便りいただきましたけれども、ね、そうですね、我々励みになりますので、はい、ぜひお気軽にツイッターで、はい、アフタートーク X ですよ、ツイッターじゃないですね X で、アフタートークやってますので、はいはい、もしよろしかったらそちらもですね、はい、あのぜひご覧になってください。はい、改めてアドレスは dx@joqr.net dx@joqr.net までお待ちしております。はい、ということで、現場 DX 研究所、ここまでのお相手は横井大輔とフリーアナウンサーの松井さゆりでした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。LEASB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組はIT で人生を演出する LEASB の提供でお送りしました。